やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。みんなもうほぼ見てんの？みんなほぼ見てんの？で、おすすめは？ボドカなんだね。ボドカなんかこういうの向いてなさそうに見えるけど。ボドカなんだ。ちょっと待ってね、持ちパーティーするから待ってろ。大概にしろ、これじゃね？大概にしろじゃね？これだろ。病院のベッドね。はいはいはい。頭痛がすごいです。頭が痛い。ちょっと痛がってもらっていいですか？はい。えぐい、めっちゃ頭えぐい。なんか思い出したいことありますか？めちゃくちゃ一番大切なこと。一番大切なこと、はい、こと、うん、配信者をやっていた。おお、自分は配信してた。君、名前は？名前はボドカです。あ、名前は覚えてるんだね、ボドカさん、はい、変わった名前だね、ボドカ。なるほどね、そうですね、なるほどね。記憶がないというのは結構大変なことだよね。いや、そうですね、なんかね、うん、本当に配信者をやっていたっていう記憶はあるんですけど、はい、配信そうなんですよね。配信っていうのはあれか、あのインターネットでやるやつかな。いや、そうですね、加瀬さんがうめえな、俗に言う。実はここ手術室なんだけど、他に部屋がなくて、ね、え、ちょっと申し訳ないんだけど、ここで3日過ごしてもらってもいいかな。じゃあなんか簡単なマットとか用意してくれれば。まあ別にマット、病室のこれ今僕が座ってると硬いんで、ちょっと簡単な簡易的なマットレスさえ用意してもらえればいいかな。ずうずうしいね、ぽいね、ずうずうしい。まあ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 、分かったよ。言いそうだな。ありがとうございます。配信者をやってるって言ってたけど、じゃあおしゃべりは好きなのかな。そうですね、一方的に喋るのが大好きです。キャッチボールはキャッチボールはあんまり苦手な気がしますね、やっぱり。じゃあ君は囚人のジレンマっていう話は聞いたことあるかな。来たな、ボドのね、君と私が性格がね、意外と話してるとね、結構保守的で、はい、うん、そして君も堅実なんだよね。彼は黙秘をするか自白をするかを選ぶことができる。オッケーです。もうどっち言うか決まった。いや、決まりました。おお、判断が早いね。じゃあせーのでいくよ。はい、せーの、自白。自白。おお、お互い5年の懲役と。5年ね、はいはいはい。どうして自白を選んだのかな。0年がいいなっていう。おお、なるほどなるほど。シンプルにね、0年の卓、うん、っていうか、うん、あれがあったのが自白だったんで、相手が何を選ぶかとかそういうことは考えてなかったもんね。自分のことしか考えてなかったっすね。まあ君の友達とか、まあ、家族とかいうのが、うん、まあ、共犯だったとしたときは、それでも君は自白する？いや、家族やった場合は黙秘で生かしていただきます。それはどうして？いや、まあね、まあ、相手も黙秘やった場合2年2年になるし、うん、やっぱり人によって変わる、まあ、そうか、そこベースで話は進んでいくんだね、ぐらいの。ということは家族がいる。そうですね、まあ、思い出してきたね、何人か顔が浮かんだんじゃないかな。いや、そうですね、うん、ちょっとなんか犬の顔が。あ、ワンちゃんを飼ってたのか。犬の顔が。いいね、ボド。いいね。もしかしたら僕、犬飼ってた可能性もあるかもしれないですね。誰かいる？え？あれ？誰かいるの？あれ、なんか変な声聞こえる。幻聴か、これ。すいません。幻聴聞こえ始めました。すいません、幻聴が。違うよ、隣の部屋から話しかけてるんだよ。お兄さん、お名前なんていうの？俺、ボドカっていう。ボドカさん？ボドカやね。変わったお名前なんだね。うん、自分でもそう思う。アキラね。自分の名前で恥ずかしいなんだお前。よろしくね。アキラって、うん。性別どっちなん？女の子だよ。あ、女か。うん、そうだよ。なるほどね。アキラは。っぽいよね、名前。そうね、アキラって言ってたからワンちゃん男かなと思ったけど、女なんやね。うん、うん。いくつ？今年で9歳かな。今年で9歳。
うん、俺今年で28やからジェニーギャーエグいぞ。結構大人なんだね。お前そんな、そう大人やねんな。頑張れ。私より、それいろいろ経験してると思うし。あんまり記憶喪失でさあ俺運ばれてきたんやけど。記憶がないの？そうなんよな。雷に打たれてここに運ばれてきたってさっき白髪のジジイに言われてここに。白髪のジジイ？そう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 、あの医者やね。ごめん、私のお父さんなんだ。あ、ごめん、あのお父さん、ね、白髪の、まあ、結構素敵な男性ではあって。あ、本当ですか？やっぱり、うん。よかった。まあ。ごめんね、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 マジで気まずいわ、ごめんね、全然全然いいんだよ。私のお父さん、すっごい優しいし、すっごいいいお医者さんなんだよ。だから私もお医者さんみたい、お医者さんになりたくて、お父さんみたいに毎日勉強頑張ろうって思ってるんだけど、最近はちょっと入院しちゃってるから本は読めてないかな。本ね、あの教養は身につくけど別に大丈夫よ。医者になるために、うん、本読んでても特にね、あの将来的に役に立つかって言われたら微妙なとこやから、自分がね楽しいと思った本読む方がね全然身になるから、やっぱりそうなんだ。お父さんにも同じようなこと言われた。あ、そうなんや。じゃあ言ってねえよ。お兄さんに FPS ってやつ教えてもらいたいな。いや任してくれ、それだけはマジで治ったら教えてやる。結構上手なの？いやまあなんか昔は上手やった気がすんねんけどな、なんか最近、うん、今読み上がった記憶やと、うん、なんかゴミみたいなプレイすることが増えた気がするな。ゴミみたいなプレイ？全然若い方なんじゃないの？いや28はね結構ね年な方なんよ。もうこの世界は、そうゲームでは、そうなんだ。そうだからおじさんやね。そんなことないよ、声かっこいいし、顔はまだ見たことないけど。いや顔もまあまあ波以上ではあるよ。気持ち悪いこいつ。こいつ気持ち悪い。で治ったら治ったら、いやもう治ったら一緒に遊びに行こう。死ねえこいつマジで。いやボドカ君おはよう。おはようございます。元気ないの今日なんか。いやなんか、うん、視界が悪くて。視界が悪い。俺はここあんまり突っ込まなかったね。そう思ってみる。検査しよう、うん、はい、お願いします。心配しなくても良くなるから。昨日あれですね、なんか隣の病室から急に声が聞こえて、はい、幻聴やと思ってちょっと先生のこと大声で呼びまくったんですけど。アキラは何か話したかな。アキラ、うん、まあ、話してはいたんですけど、うん、なんかちゃんと話聞いてなくて。人の話ちゃんと聞いてなくて、適当に相づちは打ってはいたんですけど、まあどうせ子供と話はほぼ合わないんで、まあなんか一緒にゲームしようみたいな話して。何こいつ。ゲームいいですね、うん、君はテセウスの船というパラドックスの話を聞いたことあるかな。これめっちゃ気になるんだよね、他の人の意見。聞いたことないっすね。おお、まあ今船があるんだけど、テセウスの船という、うん、改造するってこと？板をまた新しいやつに変えて、マストを変えてと、いろんなパーツをちょっとずつ新しいやつに変えてって、なんだこれ定期的に話してるけど、最終的に全部のパーツが新しいパーツに変わった。はい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 。これは果たして同じテセウスの船と言えるのかという話だね。話聞いてたからね君。そうですね、聞いてはいるんですけど、いやそうですね、まあでも言えるんじゃないですかね。おお。ああ、すべてのパーツを変えるんやったら。すいません、あの前言撤回でテセウスの船とは言えないです。おお、それはどうして？根本がしっかり残ってるのであれば、外見が変わろうがそのものはそのもののまんまな気はしますけど、うん、船の根本というのは分かんないですけど、船の根本なんか土台的な、うん、土台というものがあるとしてね、エンジン的なものがあるとして、うん、そこまで変えてしまうと、まあそれはなんか別物に置き換わってしまうんじゃないのかなっていう。こういう話していいのかわかんないですけど、まあなんかね、あの外見を変えるためにいろいろ頑張ったりする人とかいるじゃないですか。ああ、整形とかのことかな。そうですね、うん、整形とかいろいろして、まあでもそれは中身は別に変わってないので、その人はその人のまんまって評価。うん。なんかそれと一緒ですね。だから全部変えちゃうとやっぱり、俺とちょっと似てる感じはするな。
じゃあ、まあ、船のパーツをちょっとずつ変えていくと思うんだけど、ちょっと残ってたら、テセウスの船。あー。どこからテセウスの船じゃなくなる？全部が入れ替われられたとき？一番重要な心臓の部分。あー、じゃあ船でいうとするか、エンジンとしたら、うんうん、エンジンが変えられたとき、それはテセウスではなくなる。おお、なるほど。なんでエンジン？まあ自分を動かす動力源でもあるし、お、自分にとって一番重要な部分やから、そこさえ変わらなければ、うん、そこは自分自身じゃないのかなっていう考え方ではあるっすね。じゃあ逆に、まあ、この船を動かしてるのはエンジンだけとだと思うんだけど、うんうん、エンジンだけを変えたらテセウスの船じゃなくなる。俺はエンジンだけを変えたらテセウスの船じゃなくなるっていう考え方ですね。お、車とかでも。車とかでも、うん。エンジン変えたらもう違う船、違う車。大事なのは動力。大事なのは動力。何がその体というか。おもろいね。おもろいね。動かしてることおもろいな。でこのエンジンから、うん、うんうん、エンジンを取り出しました。テセウスの船から。はい。そのエンジンにパーツをつけて船を作ったらテセウスの船なんだね、じゃあ。ああ、なんかうざいな質問が。そんなカリカリしない。君にとってだね。うん、医者はかなりビビってますね。まあ落ち着いて聞いてほしいんだけど、君が本当にこのテセウスの船、なんでテセウスの船というのか、何なのかっていうのを確かめたい。じゃあそのエンジンに他のパーツをつけたらそれテセウスの船なんだよねと聞いてるんで。ああ、まあ俺の理論で言うとそうっすね。おお、なるほど。まあ確かにエンジンがなくなったら動かない、ね。なくなったら動かない。なるほど、そういう部分が大事であると。君はそういうことを大事にしてる人間だ、ね。なるほどね。そうですね。これが乗り物やった場合に限らず、ほう、人やった。そうだよね。俺もそれが思うんだよね。結構俺はその考え方やから。まさに昨今の。どっちかっていうと、今のこのテセウスの船ってより、人に置き換えてとか、で、勝手に変換して喋ってた。ボドはそのコンテンツが好きだもんね。いや、まさに俺もそうだと思ったよ。なんで？うん。仮に心臓移植手術をしたとして。うん。まあ人間で言うと脳じゃない。あ、人間で言うと脳なんだ。コアとなる部分。人間にとっての心臓は心臓じゃなくて脳ってことなのかな。いや、どっちに自分の意志があるか。だから心やから。意志が大事なのかな、じゃあ。意志、だからそのさ、意志、だから人間に置き換えるとそうやけど、わからんな。まあ、船に意志はないからね。そう、船に意志はないから、船で言うとエンジン、心臓の部分やけど。じゃあさっきの例で言うと、ボドカさんの脳と、鈴木の脳を入れ替えたら、のりあき、鈴木の脳を入れ替えたら、はあ、いや、ちょっとなんか急に鈴木の体のボドカさんが出来上がるってことだね、つまり。そうですね、はい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 。あ、なるほどなるほど。大事なのは意志というか心。ここで触れちゃってるんだ。もの、うん、による。人間だと、人間で言うと脳。と脳やし、船で言うとエンジン、まあ、まあ、エンジンやし。うん、あ、なるほど。ああ。ボドカお兄ちゃん。臭くはね。あ、もしもーし、あ、アキラ？うん、いるよ。起きた？うん、起きた。おはよう。おはよう。よかった。俺は全然大丈夫やね。今日もね、お父さんと一緒に結構ね、レスバチックなことしたよ。レスバって何？レスバではないか。あ、なんかちょっと、こいつは。口論じゃないわ。あ、いや違う、討論。ちょっとね、この状態で退院するのは怖いかな。記憶もまだ全然戻ってないから。ちょっと怖いね。そうだよね。実は、私ね、うん、目が見えないんだ。え？事故のせいで。アキラ目見えないんか。なんかここら辺ボドの意識が変わったような感じするな。ほぼ寝たきりで俺と喋ってくれてるってことか。そう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 。あ、すごく助かってるんだよ。あ、これはボド弱いわ。こういうのボド弱いわ。ネルちゃんがうまいわ。これは、まあ、だからこそ壁挟んで喋るしかないもんな。よかった。ここだな。でもそれで入院して逆に話し相手になれて。
いや、お兄ちゃんが優しくてよかったよ、私からしたら。よかった、危なかったよ、うん、ほんまに。やばいやつ入ってきたらな、もう全然怖くて喋られへんもんな。お前や怖いお前、十分怖い。ボドコお兄ちゃん優しいし、うん、私もっと仲良くなりたい。いや、俺も仲良くなりたい。嬉しいな。なんか可愛いな。ゲーム一緒にやろうね。ボソッとボソッと全然やろう全然やろう。ボソッと気持ち悪いのやめろよ。約束ね。うん、なんなら治ったら見舞い行くわ。おお。見舞い行くわ。優しい。本当に？うん。約束だよ。楽しみだな。オッケーオッケー。任せろ任せろ。やったー。はい、ボドカ君おはよう。おはようございます。いや、先生。めっちゃ元気や。これね、治りました。わぁ、マジかよ。これね、目、目、えぐい。もう、全開っすね、目が。あ、言ったの私に任しとけ、大丈夫。いやー、これ最高っすね。私は名医だからね。うん、急に静かな。どうしたんだい？いや、なんか、キャッチボールが。やっぱキャッチボールちょっと苦手やから、相手待ちなんすよ。うん、そうか。あれから、また、あの昨日1日目と一緒でアキラと喋って、うん、今回はちゃんと話聞いたっすよ。おお、じゃあ何言ってた？記憶ん違う、向こうが話してたのは、うんうん、ちょっと待ってね、うん、ちょっと記憶がさ、まあ、そうちょっとまだ治ってないから、ちょっと整理させてよ。落ち着いて。あ、そうや。なんかやっぱりアキラはいつもなんでこっちの壁の向こうにいる俺の病室に入ってるやつとよく喋ってて。まあそうか、はあ、うん、でそうですね、アキラがあとあれっすね、アキラって動けないし目見えないんすか？うん、なんか、うん、言うんだねそれ私。えっ、なんかそんな言い方すんだよ。あ、すいません。いや、なんか全然いいんだけどね。ああ、なんか大変そうだなと思って、いつ治るのかなだったり、ちょっとお見舞いに行く約束とかもしたんで。親に向かって、はいはいはい、お見舞い行こうかなって。歩けないし目見えないですか？ちょっと優しい人なんだね。じゃあ今日は臓器くじの話をしよう。はいはいはい、はい、臓器くじというのは、ある人間を一人積極的に殺してそれより多くの人間を助けることはいいことだろうかという思考実験だ。なるほど。まず公平なくじを健康な人に引いてもらう。うん、当たりが出たらその人は殺される。殺された人の臓器をすべて取り出し、臓器移植が必要な人々に配る。移植は必ず成功するものとし、くじに不正がないとする。そして人を殺す以外に臓器を得られないものとしたら、君はこの臓器くじどう思うかな？臓器くじは良くないものやと思います。どうして？やはり人間が人の命を管理するべきではない。おー、人がやるべきではない。神様にでもなったつもりかって感じですね。ブラックジャックかい、君。おこがましいとは思わんから。だいぶ思い出してきた。あれ、だいぶなんか、うん、これ俺ブラックジャックあれですね、小学校の時読みましたね、図書館で。まあ人間がこう人の命をどうにかしようっていうのは間違ってると思う。人を殺してまで、うん、じゃあ仮に君が臓器を移植される側だったとしても同じ意見かな？じゃないかな。おお、それでも人を殺してでも生きていきたくない。しかも無関係な人ですよね。健康な無関係な人、健康な無関係な人がくじで選ばれる可能性もありはする。うん、なるほど。まあほぼほぼ関係ない人が選ばれるだろうね。いや、まあ今の一見健康体としての意見ではそうですね。おお、実際に悪くなってみるとわからない。悪くなってみると性にしがみつく可能性はやっぱりあるかなって感じはするけど。実際どう思う？もうそもそも無関係なやつ殺してまで、うん、別に世話になりたくないっすね。お、無関係なやつに。なるほどなるほど。人の世話になりたくない。関わったこともない他人に、うん、生かされるのが嫌かも。なるほど。そうなんだ。なるほどなるほど。臓器を移植される側の人間が君の大事な人だったらどうかな？反対。これは反対しないっすね。そこは賛成。これはできないっすね。いや、これは単純に感情論な気がする。感情。うん、もうなんかこういう、まあ、自分やったら、うん、別に自分の意思で、自分のことだしね、
自分のことやしいいけど、うん、臓器を移植しないと死んじゃうっていう大切な人がおったら、うん、その人には生きてほしいですね。どんな手を使ってでも。かなり体は調子が戻ってますね。おう、うん、今だったら部屋を歩き回ることができそうです。おい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 、ちょっと覗いちゃうか。廊下、隣の部屋に続いている。ちょっと開けてもいいですか。はい、来たな。扉を開けるとこの部屋は薄暗いです、ね、かな。やめろ。あなた今部屋の入り口にいるんですが、部屋の中央がぼんやりと光っています。ベッドがありますね。真ん中の方に行くと、わ、聞き耳。まあ一回周りの部屋の音聞きますか。一回部屋の音をちょっと入り口から聞こえますか。医療機器とかの音がします。ああ、その程度か。ちゃんと機材は動いてるみたいですね。さすがものが慎重ですね。ちょっと怖いな。気になるからちょっと見てみます。まあ、じゃあ部屋の中央に、はい、中央に行きます。ベッドの方に行くと、ベッドに誰か横たわっているのを、その顔を見たんですが、ベッドに横たわっていたのはあなた自身でした。え、もちろんあなたはベッドのそばに立ってます。立って横たわる自分を眺めている。どうして自分が2人いるんだろうか。異様な光景に産地チェックをお願いします。あーあー、九州あるのに失敗。来た来た来た。 GED10 減ります。よくミスったね、九州。マイナス7ですね。マイナス7、かなりのショックを受けました。え、待って、俺やんこれ。え、これで、あれ、ボドコお兄ちゃん、あれ、アキラ、あれ、どこにいるんや。え、私の部屋にいる今。え、うん、なんか隣の部屋に来たんやけど、あれ、どこにいんの。うん、あー、どこ。え、多分部屋が暗くてと思うよ。午後に退院していいよって言われたから、うん、ちょっとで、いいな、ちょっと適当にね、うん、病院内見て回ろうかなと思って、せっかくやし、アキラに内緒で会いに行こうかなと思って来たら優しい、ありがとう。退院できるの羨ましいな。でも今日って退院しちゃうんだね。そうなよな。さあ、あなたは、最初は動揺していたんですが、話しているうちに落ち着いてきて、声の出所を周りを見渡して確かめたんですが、うん、ついにその場所を見つけました。アキラの声が聞こえてくるのはベッドの横にあるここからでした。来た。え、お兄ちゃん、あ、何、どうした。大丈夫。うん、大丈夫やで。私ほら、事故しちゃったって言ったでしょ。うん、それで目が見えなくなったって話したの覚えてる。はあ、覚えてる覚えてる。それでさ、私体どうなってるか自分でよく分かってないんだよね。お父さんに聞いてもちゃんと教えてくれないし、ボドコお兄ちゃん、よかったら私の体どうなってるか教えてくれない。どうなってるか、うん、まあ、綺麗やで、変じゃないかな。うん、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗やね。え、ほんとに。うん、めっちゃ綺麗。もう体もバチクソ綺麗よ。あ、よかった。どうなってるか自分じゃ分かんないから不安だったんだ。ありがとう。うん、全然全然。あ、お父さん起きてたんだね。あ、うん、起きてたよ。もう今日調子良さそうじゃないか。うん、ボドコお兄ちゃんといっぱいおしゃべりできたからさ、うん、おお、そうだったのか。お見舞いに来てくれるって言ってくれたし、うん、ゲームも一緒にやってくれるって約束したんだ。おお、優しくしてくれたんだね、ボドコさんは。アキラは俺の回では男だったけど、この回では女の子っぽいんだね。いや、全然全然。そういう分岐もあるんだね。ちょっとボドカさんと話があるから、ちょっと待っててもらってもいいかな。あ、分かった。じゃあ、うん、休んでおくね。うん。いや、もうそんなに動けるようになったんだね。お前ガチエグい。体を自由に動かすにはまだ調整が必要だと思ったんだが、何か聞きたいことがあるんじゃないか。い、病室の真ん中にまんま俺があったんやけど、うん、あれはどういうことや。君自身の元の体だね。じゃあ俺は、
うまくできてるだろ。うまくできてる、うん、あれがオリジナルなのか。今の君の体はオリジナルいいね。私が作った機械の体だよ。はこの人形に君の脳を移し替えたんだ。元の体に戻すことはできるのか。これはできる。 100% 君が望むなら元の体に戻していい。逆になんでこんなことをしたんや。息子は、いや娘は体の原型が整えられないほど重傷を負ってしまってね。なんとか脳だけは保存することができたんだ。そして娘の脳をその人形に接続しようと思ったんだが、少々時間が経ちすぎてしまっていたらしい。うまく順応してくれないんだ。ただこの横たわってる君の体なら、適正率 98% の君の体ならきっとこの子に馴染んでくれ。そしてその君が使っている人形の体も君に馴染んでるだろ。少し調整は必要だったが、適正率は 97% だったからね。その上で君にお願いがあるんだ。娘のために君の体を譲ってほしい。断るなら 100% 君のこの元の体に戻すことはできる。俺はこの機械の体のまんま生きることによってもし元の世界に戻った時に何不自由なく周りから何の疑問もなく持たれることもなく暮らせるのか。人間としての機能、そして見た目も元の君の体のままではあるが、何分初めてのことなんでね。3年は必ず動作することを今の状態だと保証できるが、まあ正直言うとどうなるかは、うん、初めてのことだからわからないね、うん、君はテセウスの船の話の時に言ったよ。大事なのは脳だと。大事なのは脳。確かに言った。そして君は臓器くじの時に、カセウさんは頭がいいな、たら自らくじを引く覚悟があると言ったよ、ね、言った。私はくじを引いたんだよ。それの被験体が俺とあいつなわけ、アキラなわけか。まあ、親父さんの意見もわかる。親父さんからしたらアキラは大切な人やから、うん、救いたいって気持ちはわかる。ただ俺からしたらアキラは別に大切な人でもなければ、おお、うん、出会ってから3日間しか大して喋ってない。そうね。だからその子のために自己犠牲を、自分を犠牲にするのはちょっと無理かな。え？もし君が、そうなの？アキラと話すこともできる？これで話したらやばい。俺がアキラと喋ったらおそらく、うん、真実を伝えてしまうかもしれないけど、それでもいいのか？それは君次第かな。じゃあアキラと喋ってくる。喋るんだこっから。へえ、こっから喋んだもの。男はシリンダーのスイッチを入れました。お話終わったの？どうしたの？全然。いや、アキラはいつからここにいるんやっけ？2年ちょっとぐらいかな。でもお父さんが絶対直してくれるって言ったから。うん。絶対治るって信じてるからね。大丈夫だよ。まあそうよな。うん。まあ殴るねー。この子お兄ちゃんと喋れなくなるのはちょっと寂しいけどさ。うん。でも元気になったら遊ぶ約束もしてくれたしさ。まあそうね。まあお見舞いにも行く約束したしな。うん。うん、ありがとうね。うん。全然いいよ。また元気になったら一緒に遊ぼう。うん。もういいのかな。ちょっとまた先生と2人で一緒に喋ってくるね。あ、うん、わかった。じゃあね、バイバイ。はい、バイバイ。はい。決意は固まったかな。先生、俺、うん、言えねえっすわ。言えなかった。本当のこと。本当のことはちょっと言えねえっすね。私も何度か
真実を伝えた方がアキラのためなんじゃないかと思ったことはあったよ。うん、それで言うと俺はもう体がもうダメになったとか言っちゃったな。まあただ俺の体を譲ってアキラの脳みそを俺の体に移植してやったところで、アキラはその先幸せになれるのか。今の状態よりかいいと私は考えたね。本人は自分の外見を覚えてるわけやんな。そうなって俺の体で生き返った時、ヒゲ面のこわもてのおっさんに女の子から変わっているって事実を受け入れられるのか、うん、お前はそこまで考えてるのか。私はそちらの方が幸せだと考えて、うん、今の状態に全く少しは関わりを持ったとはいえ、俺側の視点から言うと、お前がアキラに対して愛が強すぎて、まあ親として当たり前ではあるけど、他人から見ると異常やぞ。まあ私のようなことをする者は他にはいないだろうね。うん。ただ私にとって一番大事なのがアキラだったというだけだよ。まあただ俺はそれに対して協力することはできない。お。そこはそうなんだ。譲れないかな。理由を聞いてもいいかな。昨日やった臓器くじのやつでも言ったけど、うん、神になるような神しかできないようなものはやるべきではないと思ってる。なるほど。脳を移植して俺のロボットに移植して俺の体をアキラが受け入れて、もともとアキラは事故で死んでいたであろう存在だったよな。それを強引にお前が生かしてるわけやから、ああなってるのはお前の責任でもあるとは俺思ってる。なるほど、そういう意見もあるだろうね。おもろいね。だから俺はその意見に従、自分のその真に従って、自分の本来の意見に従って、俺はそれに対して協力することはできない。ただやめろとも言わない。今後こういうことを。君は黙秘を選んでくれるということなのかな。うん、俺はこれに関しては一切誰にも口外しないし、今後誰にも喋ることはない。じゃあ最後にもう一度だけ聞かせてほしい。うん。息子のために君の体が欲しい。君にその機械の体をあげよう。君の体を譲ってくれないか。申し訳ないが、それはできない。わかった。これからまた私は被験者を探すことになると思うが、アキラにお見舞いしてくれるかな。それは定期的にしようとは思ってる。ありがとう。そう言うとあなたの視界がふっと暗くなりました。気がつくとあなたは自分の家の前に戻っていました。記憶も戻っています。病院での出来事も覚えています。あれは夢だったのか現実だったのか、ふと体のある一部分がよく見ると分かることだが、他の部分とは違う色になっていることに気がつきました。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、本当に人によって違うな。それがはっきりするのはもう少し後のことでしょう。うわすごいなこれ。そっか。何かここで言って終わりになるんですが、何か言いたいことありますか。人間はクソや。以上、シンクトゥルフ神話 TRPG 片代でした。お疲れ様でした。あー疲れたガチで疲れた
マジで疲れた。いやーかっこいいわ。いいわ。いや素晴らしいね。あどうでしたボーカさん。いやー危なかった。危なかった。いやマジで泣きそうになった。いやちょっとね入り込みすぎるからあかんわ。自分だからねロールプレイ先が入るよね。いやよく譲らなかったね。譲ると思ったよ俺。いや俺も譲ろうかなと思ったけど、うん、幸せにはならんからな。うん、いやいいわ、いい、いかなり良かったわ。まあ幸せにならん、これボーカのところは見たらおもろいな。いや他の人のいいよ。女の子なのがでかいな。他の人もよかった。お坊とかも死ぬほど食らってたね終わった後。男だとしたらその幸せになんないのところが別に分かんなかったもんな。分かんないんだよな。ボドカさんは見てない。いや面白い、面白いね。2年間そっか。ボドは帰った先のことも多分考えたのかな。思い出したというか自分の人生を今捨てらんないと思ったんだろうね。俺はもう切な切なで考えちゃうから、その時その時のなんかかっこよさとかかっこつけられるかとかで考えちゃうからさ。てか俺と関わってる人ってもうなんか生き方もある。これは俺がかっこつけてそういう死に方したら、そういう死に方したんや。菅原優也、そうだよな、お前そういう死に方するよなっていう前人しか周りにいない。でボドは多分今持ってるものが違うから、こういう TRPG って今までの生き方も違う。はい、というわけでまたなんか TRPG 企画あったら参加しようと思います。お疲れ、バイバイ。